2020年の大西洋ハリケーンの軌跡の地図9月14日、大西洋に存在する5つのハリケーン。サリー、ポーレット、レネー、テデ,ディ、ビッキー2020年の大西洋におけるハリケーンのデータ。2020年の大西洋ハリケーンは発生ペースが平年より早かった。特に9月は10個のハリケーンとトロピカルストームが発生した。一時期大西洋には、サリー、 ポーレット、レネー、テディ、ビッキーの5つのハリケーンやトロピカルストームが並ぶという1971年以降で初の陳事が起こった。名前リストの最後の名前であるウィルフレッドが発生し、ウィルフレッドの発生後も新しいハリケーンが発生したため2005年のシーズン以来統計史上2回目となるギリシャ文字ハリケーンの発生となった。ルイジアナ州にはクリストバル、 マルコ、ローラ、デルタの4つのハリケーンが上陸した。特にローラは最大風速秒速67メートルのルイジアナ州の観測史上最強の勢力で8月末に上陸し、同州に上陸したハリケーンとしては1000人以上の死者を出した2005年のハリケーンカトリーナをも上回り、過去最大級となった。アメリカ本土に上陸したハリケーンやトロピカルストームは10個となり、 これまでの最多記録である1916年の9個を超えて単独1位の記録を更新した。年間を通しての熱帯低気圧の発生数は2005年の28個を上回り過去最多の30個に達した。ハリーン数としては過去2番目の多さとなった。ギリシア文字はリスト9番目のイオタまで続いた。 ギリシャ文字の名前を持つハリケーンとしては初のアメリカ本土上陸になった。ありがとうございます。